よっ。ご命令を。you
大丈夫だった？その、つまり、記憶のバックアップのことだけど。うん。気遣ってくれてありがとう。うん。私のわがままで、こんな面倒なことに巻き込んでごめん。その、もし嫌だったら、無理しないでいいから。シャーリー、俺に遠慮はいらないよ。ごめんなさい、そういう意味じゃないの。ただ、わからなくて。自分は今どんな立場でみんなと付き合えばいいのか。シャーリーなのか、アイダのこの操り人形なのか。それとも。シャーリー、俺たちは友達だ。約束しただろ。一緒にジークを探し出すって。そして二人をシェルターに連れて帰る。そうみんなにも約束したんだ。私たち、まだやらなきゃいけないことがたくさんだね。うん。俺たちはこれまでも、いろんなことを経験してきた。そして、たくさんの大切なものを置き去りにしてしまった。うん。あなたと出会えて、本当によかった。俺も同じだよ。ありがとう。だいぶ気持ちが楽になったわ。エルリック長官と、ドクター・クレアのところへ行きましょう。そして、ベラと呼ばれる新しい世界へ。方向パラメーターの修正は終わった。でもまだ検証が必要ね。それなら今あるアンカーの安定性は維持できるのか。転送ゲートのベアリングユニットは調整した。オーバーロードさえしなければなんとかいけるはずよ。やあエクセキューター、ベラ地区行きの時空通路が開通した。調査のためすでにエクセキューター招待を現地に向かわせてある。大厄災前のベラ地区はハガード第7地区の管轄下にあった。2年前にマーク招待が現地入りし、関係者との連携体制を再構築した。第7地区は我々に協力する意向を示している。君にもシャーリーさんの後継人として一緒にベラ地区に行ってもらいたい。シャーリーはジークの行方を追うのに必死。現地の人たちの協力があれば何かと手間が省けるはずよ。はあ、ただシャーリーさんはまだ回復途上だ。信頼のおける者に付き添ってもらいたい。皆さんに迷惑をかけて申し訳ないと思ってる。でも兄さんが心配なの。現地からの報告ではベラ地区に廃棄種と呼ばれる生物が侵入し、生態系や人類の安全に大きな脅威を与えているようだ。目下第7地区と廃棄種への対策を進めている。だが情勢が安定するまではくれぐれも慎重に行動すること。ドクター・クレアが転送ゲートのパラメータを調整して出発の準備を整えてくれた。第7地区の本部はビラポリスと呼ばれる巨大都市にある。現地のオフィサーユリンに協力を求めるといい。長距離の時空転送はかなりハードよ。覚悟を決めていきなさい。
ちしていました。お久しぶりです、ペペさん。気分はどうですか？めまいとか気持ち悪いとかはありませんか？大丈夫です。ありがとう。私も平気。よかった。長距離の時空転送が辛くないかと思って心配していました。ここは第7地区に所属するシルバーコースト研究センターです。研究センターの皆さんが私たちは今この設備を使ってアーシャ大陸との通信を、この研究センターはイエローデューンズの北側にあります。ほら、あそこです。おかえり。今ちょうどパウルに今回の厄介事について説明したところだ。ハガードはこのタワーを止めたいんだって？うん。エルリックさんに何とかオムニアムタワーを止めろと。でもどうすればいいんだろう。まったくエルリックのやつ、こんな一大事を俺たちに押し付けやがって。オムニアムタワーの内部を調べたが、ひどいありさまだ。エナジーケーブルを直すにはかなり手間がかかるぞ。いや、それよりパウル、これをどうやって止めるか知ってるか？もったいぶるなよ。自分が知ってるんならさっさと言え。簡単に言うと、アストロナジーというものを探す必要がある。アストロナジーって聞いたことは？それ何？人工のオムニアム結晶、非常に高効率なオムニアムバッテリーだ。それを使ってタワー内部の冷却システムを動かす必要がある。だが残念ながら大厄災によって製造技術は失われてね。今完璧なアストロナジーを探すのは至難の業だよ。だが運よく闇市の友達が耳寄りな情報をくれた。この近くで格闘技大会が開かれていて、その優勝商品がなんとアストロナジーだというんだ。なかなかの太っ腹だろう。つまりそこで優勝しろってことか？いや、でも俺は荒っぽいことは苦手だから、この件は君たちに任せるよ。幸運を祈る。任せて、絶対優勝してみせる。